私の彼氏の五日くん、ご飯に行きましょう。なんだ、いつか照れてるのか。心配するな、いつか。その疑い俺が全力で晴らしてやる。お前にこれ以上肩身の狭い思いはさせられないものな。いつか男にはな、分かっててもやらなきゃならない時ってのがあるんだよ。いやいや、そんなことはあるわけないだろ。俺の話はいつだって重要。え、マジ？なんだと？待ってろ、未来のハニー。あれ、いつかくんたら俺の知り…トーカちゃん？いや、見てないな。一緒じゃないのかよ。おう、たまには一緒に飯…落ち着いたかね。おや、そうかね。ああ、トーカなら私が、通常であれば現状は君、互いに歩み寄ろうとするあまり何らかの誤解が生じたり、しかし万が一暴走ということになっては、真の身にも危険が、一時的に距離を置かせるつもりで先に帰らせたのだ。余計なお世話だったかな。シン、山嵐のジレンマという話を知っているかね。ではハリネズミのカップルを想像してみたが、二人は好き者同士ゆえに一緒にいようと互いに近づき合う。するとそれぞれの体表面を覆っている身を守るための鋭い針が、相手好きなのにだからこそ近づけない。そういう時が人にも精霊にもあるのではないかね。それがそうでも、近づいては傷つけ、驚いては離れということを繰り返すうち、やがて相手を傷つけず、自分、心、ずっと一緒にいられるような存在になるためには、時に傷つくことも必要なのかもしれない。さあね、それは私が決めることじゃない。それは今後心がどうするか。全ては真、君の思い次第だ。そしてあまり焦らないことだな。
う今日は逃がさないわよ。あんたみたいなナンパ野郎絶対に許せない。とぼけなさんな。あんたよその学校の女子生徒とデートしてたじゃない。いやいや、私はなんか年上の美人OLと一緒に。私は10歳くらいの女の子の手を。そうだこのロリコン野郎、そこに直れ。昨日、言われてみるとなんだか、もしかしたらあれは青春の原因。あなた何やってるのよ。心当たりがあるのね。はっきりしないわね。レーネから聞いたけど。で、あなた。バカね、そのレベルで治る機嫌なら早退なんかしないでしょ。トーカなら今家に帰って部屋に閉じこもってるそうよ。いつまでぼさっと突っ立ってるつもり？苦しんでる人がいたら放っておけないんじゃなかったの？あんまり世話焼かせないでよね。いいから早く家にダッシュしなさい。
シド、リンネから聞いてきたのだ。なあシド、リンネのこと、シドはどう思ってるのだ。シドに聞きたいことがあって。そう、聞きたいこと。シドは決めたんだね、トウカちゃんを救ってあげたいって。そっか、それが指導の答えなんだね。ねえ指導、私と約束しよう。これから先、トウカちゃんを大切にするって、何があっても話さないって約束して。お願い、約束してほしいの。トウカちゃんのことだけ考えるって。そうじゃないと、きっと指導の心はいつか離れちゃうから。お願い。うん、指導なら約束してくれるって分かってた。私信じてるよ、指導のこと。約束忘れないで。もし破ったら、その時はただじゃおかないよ。そっか、ならいいの。ごめんね。でも大丈夫よね、指導なら大丈夫。シド、やはり私はデートには、いや、やはり私にはその資格がない。それに変な感じなのだ。胸の中がモヤモヤして、
暖かいな。そうか。シド、もう大丈夫だ。うむ、シドのおかげで少し落ち着いた。礼を言うぞ、シド。商店街にはうまいものがたくさんだな。どうしたのだ？ちょっと苦しそうだぞ。うむ、私はシドウについていくぞ。
導とお揃いだな。うむ、絶対に大切にするぞ。うん、そうだな。といっても私はもともと満腹ではないが。次も良いところなのだろう。もしかしてひなこパンか。近くから良い香りがするぞ。きなこパンはダメだったが、この良い香りのするもの、まだ売っているのだろう。そうか、ではシド、行くぞ。ほう、甘い香りの正体はこれだったのだな。違った意味で刺激的だな。うむ、いただくぞ。うまい。甘くてとてもうまいぞ。どうしたのだシド。私を連れていたところは、あの日のデートと同じところではないか。どうした？シド。